ケント初見です、ウェイ、わー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 、ダイこんばんは、ノリこんばんは、シンこんばんは、初訪問。あ、なんかさ、これさ、草じゃないわ、星に変えなきゃいけないんだっけ。あ、太郎こんばんは、ノリともこんばんは、ひま太郎、トール加藤、新井さん、ウッディ、カオル、キヨシ、ポチ、ザッキー、ノン、こんばんは。あ、すっごい早いよ。どこまで読んだ？ここまで読んだ。タイ、こんばんは。雷、こんばんは。大山真嗣、こんばんは。緑、星、石。何かと分かんない。こんばんは。くーちゃん、こんばんは。さくちゃん、こんばんは。カズ、こんばんは。豆になってるね。そう、どうやって変えるのこれ。タカユリアシ、こんばんは。ユナ、こんばんは。橋本、マキちゃんズ、こんばんは。マグンチュ、こんばんは。星集め、どうやって星に変えるの？あれ、ちょっと、早いよ。みんな、早いよ。チュ。焦りストレスフリー、こんばんは。シキ、こんばんは。コロリン、こんばんは。シン、こんばんは。ミッチー、こんばんは。モトユキ、こんばんは。セントくん、こんばんは。セントロー、初見です。いや、2度目の訪問って出てます。たっちゃん、頑張るやん。はい、頑張ってます、今のところ。はい、ということで、今最新のとこまで来た。これはどうやって星に変えるんですか？これは配信する前に変えなきゃいけないんですか？やり方が分かりません。どうやってやんの？変えらんない？やばい。どうやってやんのこれ。なんでこれは。ダオンだよ、こんばんは。シャートリア、こんばんは。これはどうやって星に変えるの？すぐ変えられるものなのかな。いや、わかんない。今日は豆の日だね。そうなの、豆の日なの。相変わらずシャキシャキ喋るな。そう。パジャマ彩香かわいい、ありがとう。これは昔ファンの方にいただいたやつ。よいしょ。ふんじ、こんばんは。配信前の設定じゃないの？あ、そうなの？アカウント登録とかの段階で？でも私、アカウント登録っていうか、ずっとさ、このアカウントさ、ツイッターで連携して、なんて言うんだっけ？見るよにしてたから、登録とかなかったんだよね、私のやつ。プロフィールから行けばいいのかな。今日星にしたかったんですが、ちょっと星じゃないのはご了承くださいませ。サトシ、こんばんは。ズッキー、こんばんは。配信したことないか、星の変え方わかんない。私星しかやったことないんだもん。どうやってさ、他のやつにすんの？やり方わからないです。月、萌えながあるまでびっくり。知ってたからな、びっくりとかじゃなかったけど。でもこう、会える機会が増えるの嬉しいです。ミッチー、セゾンの岡田彩香さんだねえ。一回でいいから会いに来てください。この間の雷怖かったんだね。雷はいつでも怖いです。こらこら、こんばんは。豆もやし投げたから仕事に戻るね。え、ありがとう。そのために来てくれたの？昨日は AKB コンで発声練習盛り上がってきた。やっほー。楽しそうで何よりです。第、公式ルームが欲しい。アマチュア枠は種じゃなかったっけ？あ、そうなんだ。じゃあ、公式にはなるの？まあ、公式ってか、あれか。ライブ行っとい。
ライブ屋さんとかのあれだったらあれなのかな全部あれで済ませてけど、まあいっか、わかんないしょ、わかりません。アイドル枠に変えなきゃいけないの？それは松竹に言えばいいのかな。ズイル初見です。お、こんばんは。のりともフリー枠アイドル枠に変える申請がいるんじゃない。なるほどですね。それは松竹に言えばいいんでしょうか。難しいですね。どうやって公式松竹でも松竹に言えばいいか。じゃあそれになるのはちょっとお待ちください。私にはちょっとわからないので、そういう枠が変えられるのかどうかとかはちょっと相談します。なので現時点ではこのままいきます。種になってる人ってあやかちゃんともう一人しか知らない。確かに私公式としてやってないもんね。見る用でやってたからね。ミスターベータこんばんは。ショールーム知ってる人がたくさんで嬉しいです。あ、楽しいです。コロリン明日会えるかもね。ミスターベータチキチャ行くよ。ありがとう。チキチャ30分からやります。なので25分ぐらいには切って携帯をちょっと冷やして、あの。やります。ミッチー去年解散前に1回来ました。じゃあ再始動後にもう1回来てください。登録変更の申請がいるんじゃない。ちょっと相談します。11日昼間の用事が長引かなければせず行きそう。お4時ぐらいがあるかな。撮影可能の日ですね。ポチルナポンも種でした。あ、そうなんですね。ルナポンあ、しげちゃんこんばんは。事務所に聞いてみましょう。聞いてみます。こんばんは。あ、ネスカフェこんばんは。瀬戸利の循環頼ます。いい曲いっぱいあるのにもったいない。私たちも言ってるんですけどね。だからあの直接言ってくださいぜひ。私たちが言う言葉もあればみんなが直接言って届く言葉もあると思うので、ぜひね伝えてみてください。どこもやるる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 。そうね、配信についてはちょっとマネージャーさんと相談します。今日チーム B ラスコンで、あ、あのチーム編成のあれか。さっき&セナちゃんがラスコンでした。あやかちゃんはどう思いますか。うん、どう思いますか。どう思いますか。ラスコン、さきちゃんチーム B なんだね。セナタンはあの喋ったことないな。だって私が知ってんの、私チーム8の子も劇場公演で一緒に出たことあるのってゆいゆいとかほんと 2,3 人なんですよ。なんかチームメイトの子も本当に分かんない。そう、一緒のお仕事したことないから。で16期生も一緒の公演出たことない。そうそうなんですよ。で今ドラさんだから今の子たちは私のこと知らないんじゃないかな多分。でもなんかチーム
のラストコンサートって複雑な気持ちになりそうだよね。なんかそのチーム見れるの最後なのかってなったりとか、でも今後どうなるのかワクワクがあったりとか、いろんな気持ちになると思うけど、ね、でもチーム戦は私はすごいいいなと思ってたからな。そのチームの箱推しってあったからね。その私が今思ってるのは、あの初代峯岸チーム4とか、あの研究生の頃みんなでずっと一緒にいて、そのまま同じチームになって、すごい箱推しってめっちゃ聞いてて、すごい勢いを感じてるところがあったから懐かしいですが、そうチームでいるとやっぱそのチームに愛を込められるし、そのために頑張ろうとか盛り上げろとか気持ちはね、入るからいいよねチームって。でも他のグループじゃない他のチームの子と関わりが少なくなっちゃうっていうのも難しいところではありますがね。でも私の時はアンダー制度、うちも他のチームの公演とか出てたりとかしてたから、そうありますね、そういういろんなチームに思いは。さくちゃん8歳と5歳のめいっ子、おいっ子、めいっ子と見てるんだけど、あやかのこと、この子めっちゃ可愛いって言ってる。嬉しい嬉しい、ありがとう。若いね、8歳と5歳なんて、もうこれからがたくさん、未来が楽しみだね。あ、みんな調べてくれてる、ありがとう。星にできるよう頑張ります。今日は AKB 一生って言ってきたよ。あ、8日までやってるやつだよね。行きたいな、行くタイミングあるかな。のりさん、今日も暑かったですね。暑かったですね、暑かったですね。いや、私は多分夕方以降に外に出てるから暑さを感じてないかも。今のは嘘でした、ごめんなさい。ジン見つけた。センタロ撮影可能の日なんてあった。11日のロックフィールドさんのライブは S 席が撮影可能かな。セゾンさん、広島とか岡山とか来る予定ありますか。広島とか岡山は今のところないですかね。はい、四季パジャマかわいい、青です、青にハートマーク。これ覗くとすごいドアップなっちゃうね。はい、全曲が4人バージョンになってるわけではないのかと思ってました。全曲が4人バージョンになってるわけではないかとないのかと思ってました。4人バージョン、え、私これ何の話のやつだろう。え、何の話のやつだろう。やばい、忘れてる。悟りの話？全部4人バージョン、全部作ってないですね。そう、一応その再始動ライブに向けて曲を絞ってやって集中的にやってたから、そうこれから徐々に増えていくかもしれないけど、新曲とかも増えていくから、そうなんかいろいろありますね。もぎさんの最後の K コンサートとさきちゃんの最後のコンサート見てきました。そっか、みんななんかやってたね。エンジンの写真とか見たよ。あわつ DK、 あわつ組こんばんは、パジャマかわいい、ありがとう。
エリーが小顔で身長めっちゃ伸びてモデルさんみたいな体型だった。あの子細いんだよね。マリアンヌさんがご結婚しましたね。ね、おめでとうございます。嬉しいです。今度北海道行くとき会えるかな、楽しみです。乃木坂のコンサート岡部凛ちゃんと隣で見てたよね。私見てたっけな。あ、あれか、懐かしい。セナタンは知っているはず。マジ？チームメイト独立してたからテルコアでようやく合流って感じ。そう、チームメイトの子はそのテル公演でゆいゆいと一緒に出て、あの仲良くなりました。セナタン13期オタだったはず。あれ、梅タンが好きだったんだっけ。10月までは公演続くみたいです。おお、他のライブアイドルさんからも憧れられてる彩香さん、かっこいいっす。憧れられてるんですか、ありがとうございます。私そんな憧れてもらってるのかしら。他のグループの、その他のライブアイドルさんと接する機会があんまりないから、人見知りしちゃうからね、変なところで。峯岸チーム4は本気で箱推しでした。そのおかげでフィロソフィーリカは1位いただけたりとかしたしね。橋脇ひろあき、こんばんは。チームカラーね、チームカラーどうなっちゃうんですかね、一旦休止なのか。クラリネットの練習してたな、あれか、アイドルの夜明け公演、懐かしい。みんな楽器の練習したんだよ、レッスンして。懐かしいですね。峯岸チーム4箱推しでした。特にみーちゃんとトリプルアヤの4人、まあいいところ目つけてますね。今の AKB はどこに向かおうとしてるのかわからん。なるほどね。私聞くことはできるけど、なんか言うことは難しいな。うん、そのもう離れて6年以上経ってるからね、表の情報しか知らないんで、みんなと同じ情報、そのなんかいろいろありますね。あ、阿部初見です、こんばんは。こんばんは。やばい、これめっちゃ遅れてるかもしれない、もしかしたら。やばいね、それは。ちょっと待って、またコメント、やばい。しかも私チェキチャあるから、それまでに終わらせなきゃいけないんですよ。あ、 TTN こんばんは。さくちゃん髪色もう割と普通の茶になってきた。え、なってきたんじゃないかな。うっすらまだちょっとピンクっぽいけど、でもほとんど茶かな。あと部分的にちょっとピンク残ってるのはすごいなんか気になるんだけどね。でも自分のせいなんだけどね、自分がピンクシャンプーをしちゃったからちょっと変にムラができちゃったけど、多分ほとんど落ちてきてんじゃないかなと思うんですが、どうなんでしょうか。サガッチこんばんは。あ、千年に一人の国宝級イケメンこんばんは。峯岸チーム4は大好きだった、ありがとうございます。橋脇弘明、アンダレでは随分とお世話になり、ありがとうございました。出た、アンダレ、アンダレ好きの方ですか。今の私とは全然キャラが違うんでしょうね。でもアンダレがあったからこうやって喋れるようになったのかも。先輩とも話せるようになったりとかね。パジャマの素材感が良さげ、サラサラしてます。マイマイ、また関西来てくれると嬉しいです。行きたい。
大阪行くときはね、今のところ大阪はないかな。うん、そうなんですよね。石川県と北海道とあるんですけど、大阪行きたいな。13日横浜新曲ですね。そうなんですよ。しかも13日もね、ホストということで、ぜひ昼夜見ていただきたいなと思います。2部制で昼と夜と、ぜひ見てほしいな、楽しんでほしいな、ホストを、ホストとしてのセゾンを。ザッキーパジャマでドライブ行く、懐かしいやったね、パジャドラ。パジャドラ好きなんですよ。パジャマでドライブは行きません。私服がいいです。高弘こんばんは、カズトこんばんは。セナタンあんだれ並んでたりしてたくらいだもんね。へえ、そうなの。あ、キキおそらちゃんズしか勝たん。おそらちゃんズ、おそらちゃんズかわいい、ありがとう。すんごいドアップだね、ごめんね。あやかちゃんはアンダレ時代に知って推してます、ありがとうございます。アンダレ、あの10代の頃と。ゆゆ13日一緒になるとこ紹介できる娘おるで、紹介するわ、いけたらだけど、ぜひぜひ。チキチャ時間、あ、もうそろそろ、もう5分前ですね、終わりなきゃ。ちょっと待って、ごめん。あ、髪明るい色好きだから明るい赤でいてほしい。明るいまま、しばらく明るくしようかなと思ってます。あんだれ懐かしい。手料理作る、昼13日昼より行きます。13日ね、大事なライブなんで、ぜひ昼より来てください。あ、ピおはよう、スキピー、ウェーイ。告知、明日6日ライブあります。セレネで、セレネでライブありますね。6やって、6のライブやって、次11のロックフィールドさんのライブが神田スクエアホールかな、で撮影可能の日で、13日はアットジャムパーティーという、アットジャムエキスポさんのねライブですね。一部二部とあってホスト出演します。そして13日やって、13、15、16、その次金沢かな、それかな、そうかな、かな、金沢遠征あったりとか。ずっと東京ライブなわけじゃないんですよね。だから遠征とかもあって、土日はその遠征しちゃったりするから、平日ライブもあるけど、ぜひね来てほしいですね。17のネオ合戦ある、あ、それもあります。ネオ合戦がおおおおおなんとか、おなんとかの会場でやります。11にあって、11ライブして、12がオフ会のバーベキューでしょ、で13がアットジャムパーティーがあって、14、15、16、17、18金沢だよね、あれ、わかんない、そんな感じですちょっとね、あのこの本体の携帯本体でやってるから、ちょっとあの見れない、詳細が見たかった、メモしとけばよかった、段取りが悪いですね。ではちょっとあのもうそろそろチキチャ始まるんで。そうなんですよ、あのねレッスンとかも入って、ちょっといろいろスケジュールがちょっとこんがらがってるんですけど、はい、という感じでそろそろチキチャに行くので配信終わりたいなと思います。ありがとうございました皆様。そうちょっとだけの配信でしたが、こうやってねちょくちょく配信で現れたいなと思うので、ぜひいつでも遊び来てくださーい。ということで、お疲れ様でした。さよならー。さよならー。
またね。あ、ランキング言ってない。ランキング言ってない。ちょっと待って。あと2分で始まるけど、ちょっと待ってね。ランキングでしょ。ちょっとちょっと待って。ランキングの見方がわからない。え、やべえやべえ。ランキングの見方わかんない。え、なんか前回と表記違くてわかんない。どうしよう。1位スーミン大使さん、2位ピタミタさん、3位ザッキー、4位新井さん、5位ネスカフェさん、6位あやかかさん、7位タロさん、8位タカヒロ、9位ダイさん、10位タロさん、トール、あ、7位がトール加藤さんで、8位タカヒロさん、9位ダイさん、10位タロさん、11位足長さん、12位ポチさん、13位ダオンダヨンさん。あのここのやつ見ました。ごめんなさい。ということで、ありがとうございました。次こそ、さよなら。